はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、なんとペンライトを新調しました。何年ぶり ?4 年ぶりにペンライトを新調したので、ちょっと今日はね、それをね、まだ開封してないので紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。新しいやつが、じゃん、これです。ターンオンっていうところのペンライトですね。ミックスペンラロイヤルっていうものを購入しました。で、これ、今のハロコンのペンライトとなんか同じ会社さんみたいで、私、わかんなかったんですけど、フォロワーさんがここの商品なんじゃないみたいなのを書いてたので、で、まあ、ね、その公式のね、ペンライト買えばよかったんですけど、私ずっとハート型が欲しかったので、あ、ハート型あるじゃんと思って。しかも、30色あるんですよ。え、もうこれいいじゃんと思って買っちゃいましたね。違うじゃん、今あげたじゃん、さく。怖い、めっちゃ怖い。あっ、1個食べる。はい。これあげます。美味しいねんな、な。はい、出た。髪な、うん、髪な。終わり。ごちそうさまでした。違う、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。終わり。終わりです。終わり。3、4、3本。あ、入ってるのか。入ってるのね。3、4、3本入ってるみたいです。中身が、あ、結構ね、お値段したんですけど、ちゃんといろいろ入ってる。まず説明書と、めっちゃしっかりしてるペンライトケースも入ってました。すごい、なんかね、スウェード?ベロアみたいな生地入ってます。あと、このストラップも入ってました。ストラップは前紹介した、このサンリオのね、これをつけていきたいので、これをつけていきます。どうやってつけんのやろ。お、あ、すごい、結構明るいですね。結構明るいよ。30色あるので、明るかな。あのね、色がめっちゃ細かいのよ。あ、すごい、あ、すごいすごい。これまーちゃんの色かな。すごい、ピンクも紫もいっぱい色がある。あ、すごい、漏れるんじゃない。ここら辺置いとったら漏れる。これがエメラルドグリーン。わかんないな。これがエメラルドグリーンみたいなんで、これをこのボタンを2回押すんやって。ここの真ん中のボタンで、これで押し色が登録完了したみたい。じゃあこうやってやっとって、で、ここの真ん中のボタンをポチッと押したら自分の推しの色に戻るってやつですね。すごいじゃん。めっちゃこれ買ってよかった。ハートすごい使いたかったからさ。ようやくなんですよね、新しくできるの。このわかるかな。これね、髪跡があるんですよ、ここら辺。で、ここさくらちゃんが何ヶ月の時やろうな、3ヶ月ぐらいの時のうちに来たんですけど、4、5の時まで結構カミカミ星人だったんで、さくらちゃんにここ噛まれて、でも別にね、嫌じゃなかったんで、もう思い出として使ってたんですけど、この方がね、噛んだんだよね。噛んだんだよ、さくらちゃんが噛んだんだよ。これどうやって切るの。そもそもスイッチオフ、スイッチオフ。スイッチどうやってオフにするの。あ、全部のボタン、この全部のボタン押したら なのか。え、頑張って。え、切れへんねんけど。ちょっとオフの仕方わかんないから、とりあえずつけます。これ結構ね、これ開くので、これね。あと、え、めっちゃ可愛い。このストラップもすごい通しやすいですね。こんな感じです。あ、めっちゃ可愛い。え、お、できた。
やっとオフにできたよ。あ、オッケーオッケー。ここの真ん中を何回こう押したらいいんや。ついて、もう一回押したらまーちゃんの色になって、で、ここを長押ししたら、あ、オッケーオッケー、できたできた。あー、よかった。めちゃ時間経っちゃった。で、まあこれペンライトケースなんですけど、こんなんか普通に余裕で入ります。結構まあ余るぐらい入るんですけど、余るぐらい入るんだけど、この幅がちょうどいいぐらいなので、すごいいいです。はい、よかった、切れて。もうほんまに切れへんやんと思って、もうと思ったけど、ちゃんと動画が公式サイトに載ってるから、そっちの方がすごい分かりやすいので、はい、おすすめです。いや、もうすごい2500円で、今まで、まあ、そんなにさペンライト買ったことないけど、今まで買ったペンライトの中でもすごい良かったし、ハロプロのコンサートとか、まあね、発売されるけどハート型がいいとか、そういう方はぜひ、あと星型もあったので、ぜひ皆さん買ってみてください。概要欄に URL 貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あと、なんかおすすめのペンライトとかあれば教えていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。